せーの、ゴシゴシのプリンセス、シモンハン、落ち込んということで、年越す瞬間とかってあるじゃないですか。ありますね。でもそれってやっぱ今まで家族にしか見せてこなかったじゃないですか。はい、まあ、実家帰る人もいれば、うん、東京で一人で過ごす人もいるかもしれない、うん、やっぱその瞬間とかって誰にも見せる時ないんで、うん、撮ってきてもらおうかなと、はい、どうせならね、うん、じゃあおのおの撮ってきてください。はい、はい、チャンネル登録お願いします。それでは、キュッキュッゼロプリン。おはようございます。今日は12月23日ということでクリスマス前ではあるんですけれども、今日ちょっとクリスマスパーティーの予定があるので動画を回そうと思いまーちゅ。で、ここに映ってるのは携帯なんですけど、その様子をね、TikTok で Get Ready With Me でちょっと撮りたいので、ちょっと準備様子見たい人は私の TikTok をぜひご覧くださーい。それじゃあパーティーの様子へレッチゴ。じゃーん、エジタバル、タケ、タケシ、エガ、シダ、アイ、ウレピー、エガシーズです。楽しもうねめっちゃ素材欲しい人いる、さっきから。同じカメラ持ってきたのに SD カード忘れちゃった。SD カード忘れてるのおもろい。なんかマジで。ボボン。終わりインフルエンサー。クリスマスプレゼント交換会。おのおの1万円以内で買ってきました。はい。ゆかどうしようか。私もこれです。え、かわいい。え、めっちゃ可愛いよ。可愛い。お袋。え、何？彼氏とデートでーす。こういうのちょっと出すの初めてなんですけども、ちょっと手だけ出演デートということで、ちょっと今から焼肉を食べに行ってきます。もう私めちゃくちゃびっくりして、まさかのもうクリスマスということでサプライズのプレゼントをもらっちゃいました。やばー、めっちゃ嬉しい。私全然用意してなかった、やらかした。いつも本当に私の彼氏かっこよすぎる。8年間付き合っててもずっとかっこよすぎる。今からデート楽しんできます。バイバイって言って。キャンパーン。キャンパーイ。さっきまさかのプレゼントをもらったので香水をプレゼントしました。イエイ。それでは夜景見て帰ります。今日は24日ということで恵比寿にクリスマスツリーを見に来ました。人間が多すぎて早く帰りたいです。しかも周りカップルだらけだし、気まずいくらいカップルしかいないの。人間が多すぎて避難してきました。でもイルミネーションめちゃくちゃ綺麗だったよね。あ、声出さなくていいからうなずいてカメラで。ぽいぽいぽい。うわ、めっちゃ美味しそう。ケーキも冷蔵庫の中にあります。年末にかけてイノシシの本番だらけです。今から本番行ってきます。Yeah!
みんな夜中の練習頑張ったね。私のクルーです。仕事と仕事の合間に時間ができたので親友と旅行に来ました。お疲れ様。勝ち勝ちです。ちょっとこれはちょっとダサかったんですけど、勝ちです。これはちょっとおいしい。おいしいな。ふぐの毛絶対うまいよ。やばー、プライベートジャグジーです。神戸の街が一望できちゃいます。明日は東京で本番なので、一日中の疲れを癒していきたいと思います。なんかエロくない？なんか大人の女性って感じじゃない？12月25日クリスマスとなっております。クリスマスだと思うんですけれども、あの時刻がこちらの方になっておりまして、4時51分となっております。9月のカレンダーのままっていうのが非常に気まずいんですけれども、こんな時間に何をしているかというと、掃除。誰だな、今、おい、クリスマスの真夜中にお前掃除してる、してんなよとか言ってんの誰だな。予定ねえんだよこっちは、リア充どもが。お前らは本当に。まあ、12月ですね。ほぼ東京にいたんですよ。私、仕事の関係でね。帰ってこれても、なんか、2日とか3日とかで、また東京に行くことが、まあ、多かったので、その掃除があまりできてなかったんですね。でですね、これ掃除あるあるなんですけれども、掃除をすればするほど、汚れる現象がありますよね。皆さん、現在ですね、それになっております。泣けるよね、本当に。はい、ということで、ちょっと模様替えをしようと思ったらですね、こんなになっちゃったんですよね。ちょっとだけ掃除して寝ようかなと思います。はい、以上、おうちの、家のというか、クリスマスの、まあ、朝の配信でもないか。もうわけわかんなくなってんじゃん。はい、おうちでした。でね、皆さん気づきましたよね。全然時計が合ってねえの。ふざけんなよ。もう何も合ってねえの。時計も合ってなければ、このカレンダーも合ってねえの。ふざけんなよ。でね、この時計合ってると思うじゃん。これ、2分早えの。何も合ってねえじゃねえか、この家。いい具合にして。私はですね、仙台の光のページェント。なんだっけ？あと、なんだっけ？クリスマスマーケット。あ、そう、クリスマスマーケットの方に、ちょっと妹と一緒に来たんですけど、あまりにも、まあ、当日っていうこともあって、大並びしてたので、ちょっと、ダメージしました。なので、ちょっとご飯を食べて、行こうかなって。乾杯。ありがとうございます。一部になります。野菜とこちらお肉となっております。お前育ち盛りでおもろ。野球部やん。腹が減っているんだ。やっぱ19歳ってこんなに食べんの？はい、チキンさん。いや、さっきから俺別に自分が飲んでる時刻はされますよ。どこに？あ、早く。マジでそれマジで。メリークリスマス。どこ？あ、本当だ。ハッピーニューイヤー。どう？そのお金で食べるご飯。なるほど。どう思いますか？本当いつもこんな感じなんです。全部私にたかるんです。最近の若者言葉とかないの？あんたから聞いて、
何その言葉ってなったのがさ、お前がさ、え、めっちゃナメプじゃんって言っててさ、ナメプの意味みんなわかる？私さ、ナメナメプレイと思った。何これと思ったらさ、バスケを見てる時にナメプって言ったんですよ。でナメプって何と思ったの。そしたら、ナメたプレイらしくて、そんなのわかるわけなくない？え、他にないの？シャバい。シャバい。え、お前、井の中はシャバシャバやな、みたいな。そう。表現一番。シャバシャバやな、お前ってことでシャバいっていう。シャバいってなんだろうね。え、分からんけど腹9分目くらいではある。8切れるまで食べてくれる？私がお前の分払うんだからさ、すみません、食べろ払すね。腹13秒くらいいってる。お前さっきまでモリモリの野球部みたいに米食うからだろ。お前シャバいな。キモ、覚えてたりずっとやだよ、感じじゃねえし。米いかないの？え、シャバ？ドド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 。お前が腹いっぱいは知ってるけど、このカードをひっくり返さない。ルールを説明しよう。このお店ではこれを裏返すとお肉がストップになるのだ。しかしこのままだとお肉は来続ける。私はそれを踏まえて、あなたが今お腹いっぱいな状態でもこれをひっくり返したりはしない。すごい。しょうがない。ひっくり返してあげようか。じゃ、ひっくり返しません。はい、ということで今ご飯を食べ終わったんですけど、どうしても光のページェントをね諦めきれなくて、あと、まあ、15分ぐらいしかないんですけど光のページェントを見に来ました。めっちゃ綺麗じゃない？うわめっちゃ綺麗。すごいね。な、毎年これ見に来てんの一応私だけどね、やっぱりすごいわ。何回見ても。おはようございます。今日は12月25日クリスマスっていうことなんですけれども、もうみんな思ってるよね、こいつクリぼっちだろって。どうせいつもの私を思って皆さんそうやって勘違いしておられる方もいると思うんですけれども、今日はクリスマスディズニーに行っていきたいと思いまーす。ということで行ってきまーす。買い方買い方素晴らあんま食べ終わった後映すやつおらん。ごちそうさまでした。映ってないの。ディズニーシー終わりました。終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。また何かしらどっか出かけられたらいいですね。そうですね。ということでバイチャリン。バイチャリン。朝ごはん。おお。うわ。あんバター。スイートポテトパン。今日は夕方からね、アリシャンさんがやってるあのラビーで、あのもう今私のポロポロネイルをちょっと変えてもらいに行くので、それまでにねちょっと時間に余裕ができたんですね、夕方からなんで。なんで TikTok ライブしてちょっとファンの子とコミュニケーション取ろうかなって思います。はい、 TikTok ライブのね準備をしながら、私ね乾燥しちゃったら本当にメイクのりが悪くなっちゃうのね。だからちょっと3分だけつけるパックをやっています。このクオリティファースト、ザ・ダーマセンシティブ、肌荒れを防ぎ肌を健やかに保つ敏感肌用。これはねあの3分ほどでいいみたいなので、私はいつも時間がない時はいつもこのパックを使ってます。みんなよかったらチェックしてみて。やっぱ私たちがねこうやってクリエイター活動できてる理由はね、応援してくれてってる皆様がいることですから、こういうねコミュニケーションはね定期的に取っていきたいなと思いますけど、自分が暇な時にしかできないんですけどね。イエーイ。
こんにちは、こんにちは。慎太郎くんと付き合ってるんですか？一言目がそれ？絶対におはようが先じゃない？ 笑わせんな、笑わせんな。はい、ということで、あーもう今すっごい1300人の人見てくれてる。あのまたね、不定期でライブしますから、ぜひフォローして帰っといてください。ラビーさんに着いたので今から行きたいと思います。かわいいプラダー、ラビーでセイナさんにやってもらいました。かわいいありがとうございます。ありがとうございます。あのラビーでね、メールをしてもらったんですけど、今からね、忘年会という名の飲み会である方と合流するので、まだ合流したら動画回したいと思います。はい、ということで今日はこやつと忘年会という名の飲み会を行きます。挨拶してください。こんにちは、私はジンクの部屋ようこそ。杉本ジンです。可愛いです今日も。ありがとうございます。来ました。じゃあ1年間お疲れ様です。2024年もよろしくお願いします。やっぱなんかこうなんかめっちゃ上辺みたいじゃない。ここだけ見たら、あ、予約を開放して、沖縄の JR とからじゃないですか。おはようございます。公平する顔やるねん。顔やそのせいやん。顔じゃないやん。こうやられてるやん。ごちそうさまでした。ということで、ただいま C 社に来て乾杯。乾杯。今回ね、久しぶりに会いましたから、また前回コラボやってちょっとしか会えへんかったから、うん、ね、うちのチャンネルで出てくれ、普通に C 社で語って、その後もう一回爆飲みしようよっていう話ですわ。そういうことです。いや、多分私らの動画はこの C 社で終わります。朝何時まで行くかわからないんで。みんな枝だー。今小顔矯正に来てます。だいぶ凝ってますよね。私めっちゃ凝ってます。めっちゃ凝ってますよね。そうなんですよ、そんだけね。もう鍛えてるんですよね、これ。一回ここ行った後めっちゃ目が超大きくなるんですよね、うん、嬉しい、ありがとうございます。本当にスッキリする。皆様もぜひ未来小顔さん、はい、新宿店に私は通っているんですけど、はい、来てみてください。はい、お待ちしてます。はい、久々に中学校の頃からの親友と遊んでおります。実はこのことは、私が高校時代ミックスチャンネルっていうアプリで一緒に動画を投稿してました。ほぼ10年？ほぼ10年。やば。来年で10年目だよ。やばくない？小学校から一緒だから、うちが7歳ぐらいに会ったってこと。一人だけプリンセスのバッグだったんだよね。みんなランドセルなのに。そう。みんなランドセルで行く中で一人だけプリンセスのリュックサックを背負ってたから。それもそれでめっちゃ話しかけられて、持ってる私物が大体プリンセスみたいなさ、そうめっちゃ羨ましかった。一人劇よくやってたイメージ。やってたわ、一人劇。なんかしかも昼休みに椅子並べてお笑いコンサートしてたよ、うん、その頃からなんかすごいスター性を感じて。優しい。そういう感じでした。ということで、これからまだ飲んでいきたいと思います。ありがとうございました。ただいまの時刻、12時7分です。明日は高校生時代の友達との忘年会が朝からあります。その子たちと朝から遊んでくるから、そんな夜更かしできないのね。今12時やん。今寝落ちしたら8時間は寝れんの。でも絶対落とした方がいい。やだー、でもめんどくさい。洗面所に行くのが誰か連れてってくれないかな。なんかさ、最近思うんだよね。特殊能力があるなら、夜の準備を全部済まわせてくれる特殊能力が欲しい。ちょっとだけ仮眠します。で、このまま多分朝になってるんだろうな。東京行ってきます。
はい、今日も大きいステージで本番です。頑張ってきます。本日は花嫁純様と晩餐会に来ております。お疲れーション、レボリューション、ゼロプリさんの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。お会いさせていただきました。いただきます。あ、いいね。しゃべりついてる。すごい。お会計が怖いです。結構あの私のマネージャーにおすすめだよって言われて、うん、ね、ここを予約したんですね、うんうんうん、入ってメニュー見てちょっとびっくりした。怖いですよね。でそれ今お会計が今出されるところです。怖いです。怖いです。 ありがとうございます。おやすみなさい。起きたのが夕方の16時半です。起きて早々気持ち悪すぎて二日酔いが、昨日の4時5時ぐらいにコンビニで大盛り焼きそば買ってイントネーションキモ、大盛りの焼きそば買って食べて、おにぎりも食べて、今起きたてで胃が気持ち悪くてマック食べました。ゴミクズの生活してる、やばい。今日もね、忘年会という名の飲み会が入っていますので、今から準備していこうかなと思います。はい、ということで準備が終わりましたので向かっていきたいと思います。さっきの汚い顔面からようここまで頑張れたな。二日酔いの自分マジ偉い。私が今日飲むお相手はケイションです。お願いします。はい。何してるっていう。アイリストやってます。マジかっこよくね。だよね。てかマジでやってやって詐欺してるやんな。そうだよ。ほんで逆にやるやる詐欺もしてるやんな。あんたいつ来んの。お疲れーション、レボリューション。いい加減にして。美味しいですか。二日酔いでもビールはうまいだよね。楽しもうな。はい、乾杯。なんであんたいんの。昨日朝の10時まで一緒に飲んでたやんな。本日は大阪で本番です。本番の合間にお弁当用意してもらったので食べます。えぐい。あ、低くない。優しい。いただきます。ポロロ。基本的にダンスの本番の日は何も食べないんですよ、出番終わるまで。だけど今日はちょっと美味しそうなお弁当を用意してもらったのでちょっといただいちゃってます。踊り終わったら東京行って東京でリハーサルです。頑張ります。2023年本番踊り納めしてきます。飲みすぎててさ、私もうみんなからしたら、え、こいつオワリンフルエンサーやんって思ってるやろ。でもな、ちゃんとな、こうやってな編集してるんです。で、TikTok の投稿もしたり、あとインスタの投稿もしたり、その、飲むことがあるから仕事頑張れるみたいな、仕事のモチベが飲みみたいになってんねんけど、だからちゃんとやってるよっていうことをちょっとお伝えしとくな。この編集してるのはこの今みんなが見てるカットですねをやってます。今日から婚してんの？今日から婚してんの？してない。今日はアーティストさんの MV 撮影のリハのため東京に行ってきます。2月頃に皆さんに報告できると思うので楽しみにしててね。じゃあ目つぶってます。はい、はい、やばい、怖い、目つぶってるから。うん、目つぶって。今日も忘年会があります。
スやばすぎー。私毎年さ TikTok でなんかお礼動画を出してるのね。なんかありがとうございましたみたいな、2020年よろしくお願いしますみたいな動画を出してんねんけど、ほんまにさ私さ私のことを好きでいてくれてるファンの子ほんまにめっちゃ好きやねんな。ビビるぐらい。だからほんまにみんなに感謝を伝えたいっていう理由でほんまに出してんのよ。ただ去年がほんまに年末年始ちょうど40度ぐらいの熱で倒れてて、あげられへんかったから、今年は絶対にあげたいのね、また。だから、今日できれば撮りたい。29日やから。冷静に時間がないことを、痛感してきた。さらに。でもやっぱさ、こうやってさ、時間がない時にこうやって撮ってる感じ？バリーインフルエンサー。やばすぎ。もう今メイク終わりました。マジで30分ぐらいで終わったんちゃう？マジ早いねんけど今日やばい。今日とりあえずやばいんですけど。顔黄色。顔黄色。てかさ、なんでさ4時に起きたんって話やんな。そもそも昨日ナスちゃんとねご飯行って朝6時まで語るっていう、なんかマジ意味わからん会をしたのね。マジでうちら健全で意味わからんやん。大の大人がさ夜ご飯行ってからそのまま朝6時まで語るなんて、そんな状況めったにないやん。でなんか動画撮ろうと思ったんやけど、場所がね BGM 流れてるやん、もうどこも。だからもう使われへんと思って、どっちにしろ撮ったところと撮ったとて無理やと思ったから、もう撮らへんかったんですけど、でもまあとりあえず可愛いダスちゃんと私の写真はあげとくな。で、私とダスちゃんってのはマジで私が上京する前からの中でさ、めっちゃ仲良くしてくれてんのね。なんならさ、私がまだ東京に家がない時、かくまってもらってたっていうぐらい、毎日ダスちゃん家に入り浸ってたわけ。なんかよう仲良くしてもらってたなって感じ。こんな厚かましいやつと。ほんでマジで、お互いの近況報告、まあ忘年会という名で集まってたからさ、朝6時まで語っちゃって。なんか JK みたい！嬉しい。やばくない？みんなもそういう大人の友達いる？大してお酒も飲んでないのに、朝まで盛り上がれる人とかいたりする？マジで大切にした方がいいで。なんかこんな何を普通に喋ってんの？動画撮らなあかんね。パパパってカメラ毛巻いていこう。今から TikTok を撮っていこうと思います。2023年感謝という意味を込めて、まず最初はこの T シャツを着ながら撮っていきたいと思います。これ2本目か。ディズニーのジェシカの誕生日泊まりに行った時の4人の写真。かわいいでちょー。これグッズ化してほしいってめっちゃコメントくんねんけど、さすがにこれは私だけの私物となっております。すいません。じゃあ、撮っていくよ。こっから登場とか。やっ、やばいやばいやばい。前髪見て。終わりチャンネル。2023年が時間ないので、完成品は私の TikTok 見てください。ごめんなさい。はーい。ということで、見事に間に合いましたので、タクシーの中で TikTok の編集をして、今日帰ってきたら、この今みんなが見てるこの動画をパソコンで編集してから寝たいと思いまーす。お疲れでしたー。愛ちゃんと、うじたまんと、たけちゃんと、ずっちと、ほのきくと、しだと、うんともちゃんとやんさん。寝不足アワード受賞男。今見えてますか？黙れ。今日は家族の忘年会です。乾杯。私もいっぱい。いっぱい食べろ。ライスも猫も全部食べろ。そんなにいっぱいは食えなくなっちゃった。どうせまるまるこうだろう、そんなこと言って。私はさ、から言い過ぎて、そして、脇腹をお家のお母さんですかって言われたときに、はい、喫茶店一緒に撮ってもいいですかって、もちろん、はい。なんで私じゃないのに写真撮ってんのよ。でも、恥ずかしいだけどね。お母さんと撮ってんのおもろ。私のお母さん見つけたら一緒に写真撮ってください。何も作らないご飯。こっちが働いてるから、帰ったらは美味しいご飯を食いたいのに。嫁夫逆。ご飯を食べに来ました。大阪出身でまいちゃんっていう方なんですけども、まいちゃんとは恵比寿の頭皮サロン、なんていうの？ヘッドスパ。頭皮サロン違うけど。クレヨンしんちゃんがお互いめっちゃ好きで仲良くなって1年以上続いて今でも仲良しです。毎年年末恒例の。大豪華ご飯です。お疲れーションって言ったらレボリューションって言ったよ、おばあちゃん。え？
おばちゃん、レボリューションって言ってな。レボリューション。そう。行くで。お疲れーション。レボリューション。これやってんと思うよ。あぁ。すっごっ。やば。待って、マジ顔ぐらいんで。だから、おばあちゃんみたいに作ってもらえば、先生と食べてんの。今年最後の大ごちそうでーす。あー幸せやな。一時はどうなることかと思ったけどな。なんで？ばあさんに。な。しっかり入院してしっかり退院。よかった。運がいいから私たちの家は。別にな。家族でご飯囲むのがさ少ないからさ、みんな忙しくて、この唯一の幸せタイム。今年娘はどうでしたか？お父さんぶち上がったっすよ。嬉しいお言葉いただきました、お父様から。でも頑張れますよ、家族のおかげで。ありがとうございます、いつもありがとうございます。ありがとうございます。なんか今家族でますき焼きをしていまして、お父さんがリビングにある洗濯物とかを全部部屋に入れたのね、匂いつかないようにな。全部部屋に入れたのにドアを閉めるのを忘れて、むしろしまう前の服とかも全部すき焼きよりどんまいやな、うちら。皆さんおはようございます。本日は12月31日大晦日となっておりますが、なんとまたまた年末年始で喉を痛め、ちょっと気だるさがあります。このまま熱が上がらないことを願うのみなんですけれども、とりあえず今は睡眠だと思って今日は12時間寝てみましたけれど、この先どうなるかは分かりません。でもそろそろ新幹線の時間も近づいてきているので、滋賀県に向かっていきたいと思います。最悪です、怖いです、厄年です。はい、ということで滋賀県に着きまして、ホテルにチェックインいたしました。もうみんなからしたらさ、なんで実家帰るのにホテル取るんですかって思うと思うんですけれども、いかんせん私一人が好きで、あとやっぱ自分の時間を崩されるのが苦手な人なのね。なのでもう最近は実家帰ってきてもホテル泊まるようにしてて、冷たいですけれどもホテルに泊まっております。で今からね、おねねが私のことを迎えに来て、チャーチャンチというのおばあちゃん家に行ってきたいと思います。はい、誕生日プレゼント、やっと。マジ遅すぎ、なんなら年越した方が早い。かわいい、ありがとう。ほんでめっちゃ背景実家すぎ。お腹すいた、今日何も食べてない。やった、開けよう、この動画内でグッディー。グチの時計もらいました。はい、じゃあ実家のこたつでみかん、もう王道大晦日みたいな過ごし方してみたい。の硬い。え、マジ美味しいです。お前が作ったのか。ムキムキ。この白いの取る派？取る。でもなんか風邪ひきやすなる言うよな。この白いの取った。食べときよんた。確かに。今まで痛いしな。とか言ってちょっとでも抗おうとしてんの。いただきます。最近ノーマルでもなんかいける顔になってきてない？違和感ないよな。見慣れたの。甘くない？うん。みかん久々食ったらめっちゃうまいよ。ガンガムガンガムも早い。今向き終わったとこないけど。ごちそうさまでした。今何時？11時36分ということで、年越す前に年越しそばを食べたらいいというものなので食べていきたいと思います。これさ、お家でそば作ってる人とかおらんやんな。さすがにみんなカップ麺やんな。いや、そんなことない。茹でては作るやん。え、みんなんちってそんな豆なん？なかなかないんじゃん。ガチ？いただきます。一生吸ってる。うん、うまいわ。じゃあ日清さん、お仕事待ってます。はい、ツルピカピン。あと13分で年越しです。私らってさ、このカウントダウン初詣行かへんよな。なんかマジで実家で気づけば越してるような、みんなで。今日はお正月ということで、お昼からスーパーに行ってお寿司を食
食べます。これを見ながらホラー映画を見ます。なんだっけ見るの、なんだっけあれ名前、全部覚えてないやつ。今ご飯を作ってくれています。ブロッコリーを戻してください。わかりました。おでんですね。おでんです。わ、おいしそう。こちらは何でしょうか。おいしそう。これ何これ、わかんない創作料理なんだ。はい、もう何回か食べたことがある創作料理。今日が初めて。初めてなんだ珍しいかも。ほぐして食べるものなんです。あ、ほぐして食べるんだね。はい、なるほど。なんかジブリとかに出てきそう。食べていいんですか。うん、おいしい。じゃあ私が作ったってことにしていい。はい、ありがとうございます。もうすぐで12時を越すということで神社の方に行きたいと思います。皆さんこんにちは、こんばんは。12月31日大晦日のおうちでございます。クリスマスの時にお見せした部屋、皆さん覚えてますかね。ちょっと汚かった部屋、あれどうなったのかなってみんなね、ちょっと気になってると思うんですけど、やっぱりね大晦日に向けてみんなも掃除したんじゃないでしょうか。私もですね、掃除いたしました。間に合いました、無事間に合いました。ちょっとねめちゃくちゃ掃除頑張ったので、ちょっと紹介がてらちょっと見せていきたいと思うので、ちょっとねちょっと見てください。頑張ったんでちょっと見てください。こちらですね、一周します。これ私にしては結構頑張ったんじゃないかっていうふうに思いますよね。本当に頑張りました。このフィギュアコーナーね、ファンの方からいただいたものとかもねあります、この中に。あとですね、こちらの私のねストレンジャーシングスコーナーね、ちょっと増えてると思うんですけど、そしてですねこちらの棚もねちょっと揃えさせていただきました。ですがですね、掃除はねこの通りしっかり済んではいるんですけれども、一つだけ以前と何も変わらないところがあります。どこだかわかりますか。あ、違います。正解はですね、こちらの、5時47分となってますよね。こちらご覧ください。5時49分、2分違いです。相変わらずの2分違いです。これだけではね、ちょっと、時間がないので、帰ってきたから直そうかなと思うんですけど、ここはもうご了承ください。あと、こちらのね、皆さんが、おじさん、9月で止まってますよっていう、カレンダーだと思うんですけど、カレンダーの方もね、しっかり12月にしました。あと1日しかないのに12月にいたしました。掃除は終わったんですけれども、私は大晦日のミッションがまだ残っております。それはですね、実家に戻る際寿司を買ってきなさいっていう風にお母さんにね、おいこっち寿司ないんだよ、これスーパー行ってもどこ行っても寿司がない、だからあなた買って帰ってきてっていう風に言われたので、お寿司の方をですね調達して実家の方に戻って新年を迎えていきたいと思うので、まずは、掃除が済んだということで次はお寿司を調達しに行きたいと思います。今福島はですね大晦日雨でございます。すごい雨なんだから、はい、安全運転で参りたいと思います。今から寿司買いに行くね。どこで買うの。浜寿司頼んでたの。うんうん、今から頼むんだよ。頼むってか今から通り行こう。頼むね。あと あなたピザは欲しいの。ピザ600円は買ったけど。ピザ600円買ったんだったらばいいんではないの。欲しいの。あ、いらないなら、いらないでもいい、欲しいなら欲しいでもいい。なんだでそれは。だったらば買ってこよ、ピザも。はい、ということでピザも、ゲットしましたので今から、実家の方に行きます。もう6時50分なのでね、急いで帰りたいと思います。ただいま。おかえり、ハッピーニューイヤー。まだだよ。それはラッキー、いいことなるよねって。いいことなるようにって、これフィリピン風のいいことなるようにだって。はい、今年も終わり、大晦日、乾杯。乾杯。うん、ハッピーニューイヤー。まだなんだ。かメリークリスマス。いや、過ぎたのよ。シラコ、いや、食べてあげようか。
ふふふふふふ熱くねえだよそれ湯川今行くのマグロ気持ち悪い11時50分ぐらいですっていうことはあともう10分で2024年になるんですけれども、私はですねこちらを準備いたしました。ババン、お年玉。今19歳の妹がいるんですけれども、私が社会人になってから毎年お年玉をあげてるので、今年もお年玉をあげようと思います。本当にお金なくなるわ。年越しそばでーす一人で食べれないので妹で半分こします。もう食べるの？前に食べるらしいよ、これって。年越しそば。あと何分？あと1分。あと1分。準備準備。あと1分です。12月31日、彼氏と神社に来ました。年末って感じの音やわ。やばい、皆さんカウントダウン。10、9、8、6、5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤー。チャンネル登録よろしくね。いいねも絶対押してて、コメントくれたら喜ぶよ。その他の SNS フォローもよろしく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 ね。チャンネル登録お願いします。